どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズと、はい、ハニーさんでございます。こんにちは。こんにちは、はい、やったー、退院しました。いやー嬉しいですね、やっぱり。やっぱりね、普段ずっとこうね、毎日こういう YouTube 撮ったりなんかしてる生活だったけど、ちょっとやっぱそこ離れるとですね、うん、素晴らしいなと、うん、このこう YouTube 撮ったりね、まあハニーさんとこういう、うん、自分が大好きな場所でこう生きていくっていうのは、うん、こんなにも輝かしいことなんだと、うん、分かりました ね、 ね、おかげさまでもう手術の方は大成功で ね、 ね、カテーテル手術なんですよ、うん、なんで手術中も部分麻酔なんですね。なんでお医者さんがその施術してる時もお医者さんと僕お話をしながらこうやるみたいな感じで、まあその肝心なところはですよ、真剣にやっていただいたんですけど、なんと主治医さんもですね、音楽大好きで、もうガズレレのことも知ってくださっててですね、もうすごいなんかなんとも不思議な入院だったんですけど、元気もりもりの状態での入院っていうのはなかなかね、皆さん経験ないって、大体ね大変だったりするじゃないですか、うん、なんで今回はですね、そんな感じで無事、昨日の夜なんですけどね、うん、もう急遽お願いしてね、午後の退院にしてもらってですね、遅く帰ってきました。田舎なんでね、もう都心から帰ってくるのにめっちゃ時間かかるんですけど、ね、昨日はもうゆっくりと家でやっぱよう寝れるわっていう話でですね、でまあせっかくね戻ってきて、いきなり初日から通常の中でスノーガムなと思ったんで、今日は夫婦でセッション行ってみようと思います。いや今日は今日のために歌うべき曲だね、今日取り上げたい夫婦でセッションっていうのは、はい、夫婦でセッションというのはね、2人でねよくね夫婦でこうワイワイやってるのをね、こう YouTube でもちょっとシェアしようかというアンサンブルのやつをね、よくやってるんですけど、はい、各にもいろんな動画やってます、概要欄とかここにもちょっとリンク貼ってきますけど、ね、他の曲もいろいろありますけど、今日やる曲はいきますよ、これです、ドン、春の日、あいみょんの春の日でございます。まさに今春の日、真っ盛りで、この歌詞の内容がね、ここがいいんですよね、ほらもうこんなにも幸せっていうのがまさに今の気分だぞということで、ね、夫婦でセッションしてみたいと思います、はい、もしかしてこの動画一番最初は今日もしかしてこの動画初めて見る方も中にはいるかもしれないから、一応ウクレレやってみたいなと思った方、ここにリンク貼っとくからね、このリンク行ったらもう誰でもすぐにウクレレで楽しく音楽できちゃいます。じゃあやっていきましょうかね、はい、はい、もうハッピーな気分満載だから今日はね、うん、なかなかテンションの高めです。ちょっと歌は難しいんだよね、ちょっとね、そうね、あいみょんならではの歌い方というかリズム感というか、うん、はい、やってみようと思います、はい、じゃあ夫婦でセッションで、はい、春の日、はい、やってみる、ワン、ツー、スリー、フォー、北千住駅のI'm not afraid of the dark.
説を増やしているの。最高。いやーいいね、バッチリ。なんかテンション上がった。退院にふさわしい。これはもう晴れやかな春の日の曲やってみたい。イエーイ。荒削りっていうか、そのきっちりやるんじゃないですか。このやっぱりこうスピリットと魂で出てる演奏、そのね、で上手い下手じゃないね、こうなんか嬉しいのも出ちゃってるっていう感じで、ね、はい、せーの、じゃがじゃがまだ終わってなかったね。いやよかった。難しいけど、まあ、難しいんだけどね、感動したね。そう、やっぱりもうこんなにも幸せ、歌いたい時に歌いたい曲があるといいね。そうね、いいじゃないですか。本当春の日中、まさに今ここからさ、うち見えるけど、新緑がさ、本当なんか新緑を見てるだけでどうにかなっちゃうぐらいハッピーな気分だよ。本当にね、すごい。これ入院してて、退院してからのこの天気が急に良くなって、昨日まで大雨ですから。昨日までも雨だから、ここんでもうこの春の日でもうどうにかなっちゃいそうです。よかった、ありがとうございます。はい、この春の日のガズレレ YouTube レッスン動画も、はい、ここに、リンク貼っておきますよ。これぜひ皆さんも今の時期歌うと最高です、ね、うん、やってみてください、はい、やっぱアンサンブルでいいよね、ハモったりするとね、感動しちゃうよね。そう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 、なんでぜひぜひ皆さんもやって、コードはね結構比較的簡単なんですよ、結構ね。そうで、リズムも8ビートってことにしてやるとね、結構歌でね、ハーモニーつけられるとすごく楽しいかなというふうに思いました。はい、で、あとね、2人でやってるチャンネルガズピアノの方もね、この曲やってるんですよ。そうだよね、ガズピアノの、じゃあ春の日もちょっと貼っときますわ、私がやってますけど、ね、ガズさんバージョンね。そうそうそう、はい、ガズピアノも1820人だからね、チャンネル登録の方も増えていただいて、もそっちも盛り上がってます、あっちもこっちも盛り上がって、あとさ、最新情報ですけど、ガズレレの緑の本どこあるかな、はい、ちょっと待って、緑の本がですね、またありがとうございます、増刷になりました。皆さんやっぱりこの本をね手に取っていただいて、あ、これ旧バージョンだけど赤くついてないやつごめん、はい、この新しいバージョンの本がまた増刷になりますとですね、やっぱり僕が思うのはこの本をね、皆さん練習してもらって、例えば家族の前で弾いたよとか友達の前で弾いたよとか、そういう姿をもう想像するのがめっちゃテンション上がるんだよね。だからもうどんどん活用してね、自分の中の周りの中のこう音楽をこうね、自分で聞くんじゃなくてやるっていう人が増えていくと思うと、テンションが上がってしょうがないです。いや本当にいつもありがとうございます。あ、ちなみにこの本のシリーズの新しいのが今年の7月に出版される予定ですからね、そっちの方もお楽しみにしとってくださいませ、はい、あとガズレレとかこのね G ラボ、これ新しいほらブラックオールブラックモデル今日使ったんですよ、はい、こっちの話もですね、まためちゃくちゃいい話がもう待ってますから、軽トラの話ですよ、軽トラのね、その情報も近々公開になると思います。今日はなかなかテンションがもうハッピーモード炸裂なんでね、普段よりもこのなんかなかなか高めですけども、はい、ちょっと落ち着いてですね、はい、やっていきたいと思います、はい、そんな感じで、楽しく皆さん音楽やろう、春になったからもう本当になんかウクレレに、まあ、いつでも言ってんだけど ね、 だからね、どの季節だってウクレレいいっつってんだけどさ、冬もいいよとか言ってんだけど、まあまあね、やっぱりいいと思う、外に持ち出していきましょう、はい、はい、それでは皆さん夫婦で青春、ちょっと久しぶりの今日はね、ちょっと記念バージョンやってみました、そうだ、ね、春日、またガズレレ YouTube で、まあ、通常営業に戻っていると思いますけどガズピアノガズレレよろしくお願いします、はい、お願いします、はい、じゃあ皆さんごきげんよう、さようなら